らっしゃい。待ってたわ。長旅お疲れ様。いえ、私の気のせいかしら。びっくりするほどうまい栗。それはこっちのセリフ。どうかしたの？びっくりするほどうまい栗。リアクション、お手本みたいな驚き方だね、リカ。アイちゃん、どうしてここに？リコと一緒に沼津観光するって言うからついてきちゃった。なるほど。あなたの様子がおかしかったのはアイちゃんのことを隠してたからだったのね。確かに、めちゃめちゃ挙動不審だったね。サプライズをするつもりならしっかり最後まで隠し通さないと。もうちょっと演技を勉強したら？それにしても愛ちゃん、今日は本当にいいの？予定とか大丈夫？平気平気。てか、リコこそ大丈夫？何が？ほら、本当ならさ、アイさん来るはずじゃなかったわけじゃん。沼津に行くのもリコに会うのも嬉しいし楽しみだったけど、予定狂わせちゃうかもなーって、それだけが気になって。いやいや、私も、アイさんもその時はどうにかできないか頑張るので。大丈夫だよ。私も愛ちゃんに会えてすごく嬉しい。今日は3人で楽しみましょう。リコー、さあ2人ともどこか行きたいところはある？どこにでも連れて行ってあげる。うん、来る途中にこのことも相談したんだけど、地元っぽいとこ行きたいな。いいの？それで。それがいいの。リコの毎日を私たちに見せてよ。わかった。今日は私の住む町を思う存分見ていって。